はい、どうも皆様こんにちは、ニュージーです。国後島で何々夜間に閃光、通報相次ぐ、根室で地鳴り、不安広がると。ロシアが不法占拠している北方領土国後島で3月末照明弾によると見られる閃光が夜空を照らし、北海道根室市内のオホーツク海側で地鳴りや地響きも起きたなどと訴える電話や通報が市役所や道警根室署に相次いだと。またロシアかと。市民が赤く染まった国後島の東映、ね、島に影響の A 東映を撮影した動画を毎日新聞に提供した。動画を撮影した市民によると、閃光が見えたのは3月30日午後6時過ぎから1時間強。はあ。根室海上保安部の巡視船も確認している。同じ時間帯に市立花咲小の移転に伴う花火が打ち上げられていたが、見物者の間では花火にしては異常な揺れ方を、ロシアに日本漁船が撃たれたのではなどと不安が広がった。はいはい、ロシア恐ろしやと。ロシア軍東部軍管区は国後の領、国後の近く1000人規模で対戦車誘導ミサイルシステムなどの実弾射撃訓練を行うと3月25日に予告していたが、今回の閃光などとの関係については不明。戦争始まるか、もうすぐ日本も。 Japan, what are you doing?